やめて、やめて。こんばん、ゆくとし。くるとし。ミステリー案内人です。骨坂こつえです。今年も残すところあとわずかとなりましたね。なんだかあっという間に時間が過ぎていくな。今年は特にそう感じるよ。世の中いろいろあった激動の年だったものね。さて、今年最後の動画ということで、締めにはやっぱり怖い話をお話ししましょうか。よ、待ってました。やっぱ怖い話で年を越すのが黒猫流だ。で、どんなお話なの？これはある女性が体験したお話です。彼女は木造の古いアパートで一人暮らしをしていました。私の名前はアミ、25歳の会社員。最近上京し一人暮らしを始めたところです。地元の田舎と違って都会ではとにかく家賃が高い。何軒も不動産屋を回り、ようやく町外れにある築数十年の安アパートに住み始めました。あ、こんにちは。がー、無視された。隣には私と同世代の女の人が住んでいましたが、挨拶をしてもいつもこんな感じ。とっても不愛想な人でした。どうせまた朝帰りするんだわ。お隣さんは夕方出て行って翌朝帰ってくるという生活をしているようです。最初はバイトでもしているのかと思いましたが、壁越しに聞こえてくる電話の声から察するに、どうやらたくさん彼氏がいて、その彼氏たちの家を毎晩泊まり歩いているようでした。ま、私には関係ないことだけどさ。古いアパートの壁は薄く、シーンとしている時は生活音が丸聞こえ、電話の声なんて聞きたくなくても聞こえてくるのです。家賃も安いんだし、それくらい我慢しなきゃダメか。そう言い聞かせていましたが、ある晩のこと。眠りについた深夜に赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたのです。最初は夢を見ているのかと思っていましたが、声はどんどん大きくなる一方。赤ちゃんが夜泣きでもしてるのかな。しかし隣の人は出かけるときいつも一人、赤ちゃんがいる様子は全くありません。一体どこから聞こえてくるの？私は耳を澄まして、どこから赤ちゃんの声が聞こえてくるのか確かめようとしました。するとどうやら泣き声は押し入れの方から聞こえるようなのです。今では少なくなりましたが、私の住んでいる古いアパートには押し入れがあります。間取り的には隣の部屋の押し入れと私の部屋の押し入れがくっついているというもの。もしかして隣の部屋の押し入れから聞こえてくるのかもしれない。そう思い、私は入れてあった自分のトランクを取り出して押し入れの壁に耳をつけました。確かに押し入れから赤ちゃんの声が聞こえたのです。なんで押し入れの中からこんな声が？一瞬驚きましたが、もしかしたら押し入れを開けっぱなしにしている状態で、たまたまお隣で預かった赤ちゃんが泣いているだけかもしれない。なんだかモヤモヤするけど、どうしようもないもんね。明日は仕事だということもあり、私はそのまま眠りにつきました。しかし、赤ちゃんの声は翌日も、そのまた翌日も、夜中になると毎日のように聞こえてきました。ああ、もう、いい加減うるさい。あやしてるような感じもしないしさ。私は毎晩の泣き声に耐えられなくなり、ついにお隣に苦情を言いに行くことに。すみません、すみません。どうやらお隣は留守のようでした。でも、赤ちゃんの声は聞こえるのに。赤ちゃんが一人で家に残されているのかも、そう思い、私はついドアノブを回してしまいました。鍵はかかっていません。開いてる。緊急事態だし入っちゃうしかないよね。今思えば大家さんや警察に連絡するなりすればよかった。でも動転していた私はつい勝手にお隣の部屋に足を踏み入れてしまったんです。誰かいますか？部屋の中には誰もいませんでしたが、ゴミで溢れてひどい異臭がしました。うぅ、なんとか押し入れの近くまで行くも、襖は閉まったまま。もしかしてこの中に赤ちゃんが置き去りにされてるのかも。えい、あれ、押し入れの中にはポリ袋に入ったゴミのようなものが置かれているだけでした。その時、ちょっとあんた、人ん家で一体何してんのよ。この部屋の住人が帰ってきたのです。
私は寝不足のせいもあってカッと怒鳴りつけてしまいました。この部屋に赤ちゃんがいるでしょ。はあ、何なのあんた、おかしいんじゃないの。いるはずないでしょ、早く出てってよ。だって毎晩泣き声が聞こえるんだよ。もしかして。恐ろしい考えが頭をよぎりました。このゴミ袋を開けて、この中に赤ちゃんの死体があるかもしれないと。なんでそんなことしなくちゃいけないの、早く出てけ。私は無理やりゴミ袋を開けました。そこには、いやー、腐った生き物のような何かが入っていたのです。その瞬間、部屋に警察が乗り込んできました。私たちの言い争いを聞いたアパートの人が警察に通報したらしいのです。これは猫か。猫？ゴミ袋の中に入っていたのは猫の死骸。異臭の正体はこれだったのです。ペット禁止のこのアパートで内緒で猫を飼っていた隣人、世話を放棄し餓死させて面倒になり、死骸をゴミ袋に入れたということでした。そのことが原因で隣人は退去させられることに。帰ってきた時に隣人はお酒を飲んでおり、状況の供述が曖昧だったことから、私はなんとか不法侵入の罪を逃れました。取り調べはかなり面倒なものでしたが、それから一週間ほどが過ぎ、ようやく落ち着きを取り戻しました。赤ちゃんの泣き声だと思ったのは猫の泣き声だったのか。きっと猫が見つけてほしくて私を呼んだんだわ。でも死骸を見つけた次の日にも泣き声が聞こえた気がするんだよね。まあそれは外にいる別の猫の泣き声だったのかな。自分に言い聞かせるようにそうつぶやき、もう眠ろうとした時でした。赤ちゃんの泣き声と子供の遊んでいるような声が聞こえてきたのです。また猫ってことはないわ、人の声だった。でもこんな夜中に子供の声。どこから声が聞こえるのか耳を澄ましてみると、また押し入れから聞こえる。隣の部屋にはもう誰も住んでないのに。気になった私はまた隣の部屋へ行ってみることにしたのです。隣の部屋の鍵は閉まっていましたが、カーテンもない窓から中の様子が伺えました。物はすべてなくなり、ガランとしています。気のせいか。そうよね。え？振り向くと、そこには5歳くらいの男の子、3歳くらいの女の子、そしてよちよち歩きの1歳くらいの子供たちがいました。手をつなぎ楽しく遊んでいるようです。あなたたちどこから来たの、親は？ちょっと聞いてるの？子供たちはまるで私の言葉など聞こえてないとでも言うようにずっと笑っていました。どこかの部屋から子供だけで出てきて、共有スペースである廊下で遊んでいるんだ。きっとそう。今が深夜だから不気味に感じるけど、ありえない話じゃないわ。それでもこのままにしておくのも嫌な感じ。警察に連絡した方がいいかも。そう思い、私は部屋の扉に手をかけました。どこへ行くの？一緒に遊んでよ。遊ばないよ。お母さんはどこ？せめて部屋番号教えてくれたら連れて帰れるんだけど。本当に僕たちのことを忘れちゃったの？何？人違いでしょ？早くお母さんのところに帰りなよ。だから、ここにいるじゃないか。お母さんは、お前だ！そう、思い出しました。この子たちは私の子供。私が捨てた。私の子供だったんです。今から数年前、私は親とうまくいかず、不特定多数の男友達と遊び、その人の家に入り浸るということを繰り返していました。そして当然のように望まない妊娠。私は誰にも言えず一人で出産しました。じゃあね。生まれた子供は隣町の廃屋になっているアパートの押し入れに隠しました。おかしくなっていたとしか思えません。あの時はそれが自分にとって最善だと信じきっていたのです。その後子供が見つかったというニュースもなく、私は何事もなかったように過ごしました。懲りもせずに同じような生活をしているうちにまた妊娠、一人で出産。
あのアパートの押し入れに置きに行く。そんなバカみたいな行動をさらに二度も繰り返したのです。ある日アパートが取り壊されるという噂を耳にしました。工事が入ったら子供の遺体が見つかってしまう。私は私の子供たちの遺体を回収するため再び廃屋のアパートへ向かうことに。押し入れは私以外誰も開けた形跡がなく、白骨化した子供たちの遺体が残されていました。私はそれをトランクに詰め、誰にも何も告げずそのまま町を出たのです。上京してきた私はアパートを借りて仕事を見つけ、新しい自分に生まれ変わったふりをして働き始めました。誰も昔の私を知らない。この場所でなら私は新たなスタートを切ることができる。そう信じて、このトランクの中身のことは忘れよう。私の一生の秘密、言わなければ誰にもバレない。思い出したよね。押し入れで泣いていたのはお隣の猫なんかではなく、私が殺した子供たちでした。トランクの中から出してほしくて泣いていたのです。ごめん、ごめんなさい。私はただ普通に暮らしたかっただけなの。ママ、ママ。僕たちだって普通に暮らしたかったよ。ひゃー。次の日、部屋で呆然としていると警察が踏み込んできました。この間警察から取り調べを受けたことで、私が失踪者リストに載っていたと判明したそうなのです。どうやら家族が私を探していたらしく、実家に戻ってくるのを希望していると聞きました。私は素直に実家に戻ることに。ママの実家、あなたたちも見たいでしょ。私はこれからどこに行くにもこのトランクを持って行こうと思っています。嘘だろ。実は自分の部屋の押し入れに赤ちゃんの遺体があったっていうのか。狂っていたのは隣人じゃなくて自分だったんだね。しばらく自分家の押し入れも開けられないぜ。旅行用のトランク見るのも怖いよ。小津さん、泣いているんですか。アミさんは間違いなく悪いわ。ひどいことをしているし、きちんと罰を受けるべき。それは分かってるんだけど、でもね、若くて一人じゃどうしたらいいか判断できなかったっていう気持ちも分かってしまうの。相手の男性はもちろんのこと、周りの大人も何とかしてあげられなかったのかしら。そうですね、妊娠出産はどうしても女性の負担が大きくなってしまいます。一人で抱え込むなんてことがなくなるのが一番です。ゾーンさん、ミルキーさんも怖がるだけじゃなく対処法はなかったのか考えてみるといいかもしれませんね。もちろん真剣に考えるさ。俺は好きになった人を悲しませたくないからな。僕も正しく優しい心を持っていたいよ。その気持ちがあれば大丈夫そうですね。亡くなってしまった子供たちが安らかでいられるよう、私も後で手続きをしておきますよ。闇の世界に遊びに来てもらって一緒に過ごすのもいいかもしれませんね。お、僕たちが一緒に遊んであげるさ。さて、今年も残すところあとわずかになってきました。今年も黒猫の部屋の動画を見てくれてありがとな。素敵な似顔絵やお便りもたくさんありがとうございます。僕たちとっても嬉しかったよ。新しい年も面白い話をたくさんお届けできるように頑張るわ。それではまた次の動画でお会いしましょう。良いお年をお迎えください。さあ、今年は赤組白組どちらが勝つかしらね。あんな兄さん、あんな兄さん寝ちゃったよ。一緒に年越ししようって言ってたのに、毎日疲れてたんだよね。お疲れ様。